さ今日はですね、サービス業についてちょっと語りたいんですよ。私ですね、もう本当にサービス業で働く人が好きで、なんなら25年間ね、マクドナルドっていうところで働いてて、別にね、ハンバーガー好きだったわけじゃないですね。いや、ハンバーガー好きよ、食べるのも。だけど、どっちかっていうと、モス派 あれ <laughs> だったので、<laughs> マクドナルドのメニューが好きでやってたっていう人間ではなくて、ただ、そのマクドナルドで働いてる子たちね、アルバイトの子たちも含めて、なんかね、お客様に喜んでもらうためには何だってやりたいみたいな、そういうサービス業で生き生きとしてる子を見るとね、なんか心震えるっていう、そういう性癖を持っておりまして。<laughs> まあ、それがこうじてね、今から13年前に、ハッピーマイレージという、 お客様がサービスパーソンを、ま、こう、承認するっていう、赤いカードを渡して、笑顔素敵だったよとか、料理美味しかったよってことを伝えようっていう、お客様もっと伝えようよいいサービスパーソンに、その思いって、そういう活動を始めて、今はそれが、やっぱり経済と結びついたエコシステムにしないと、ま、僕の自己満足とか短期的な活動で終わってしまうと。 やっぱりね、バレンタインデーとかね、お正月とかクリスマスみたいに、ずっと永遠に続く仕組みにするためには、経済と結びついてないといけないってことを、まあアメリカでショックを受けながら学んで、今は日本にチップを広げる活動をやってるぐらい、だから根本の思いはサービス業で働いてる人を、なんかもっと輝いてほしいとか、輝かせたいとか、そういうこう、思いなんですよ。だってね、サービス業が大好きな人って、基本的なアビリティは、 目の前の人に喜んでもらいたいっていうエネルギーじゃないですか。なんだけど、例えば結婚してとかお子さんが生まれてとか年齢が30とか40になったら、やっぱり年収上げなきゃっていう状況になることって多いと思うんですよ。その時に年収上げるためにどうしたらいいですかっていうと、店長になれとか、スーパーバイザーになれって言われちゃうんですよ。 でもさ、その人の特性、アビリティは目の前の人を喜ばせることだったじゃんでも店長とかスーパーバイザーの仕事ってマネージメントなんですよ。目の前の人を喜ばせるっていう特性と関係ないんですよ、これ。たまたま同じ飲食店とか同じサービス業っていう業種が一緒で、アビリティチェンジなんですよ。それで辛くなって辞めちゃう子っていっぱい見てきたので、スペシャリスト、専門家のまま、は目の前の人を喜ばせる専門家のままね、 この生涯の命を使い切れるっていう方がなんかいいなと思って。でもチップがあればできるじゃん。ね。だから実際に、例えば焼肉マフィア池袋のアサミとかボニカって皆さんから本当にたくさんチップいただいて、年収が700万ぐらいなんですよ。 それだったらね、別に店長にならなくてもいいわけじゃないですか。ね、店長の坂井本拓也を抜いてるわけじゃないですか。<laughs> それもありじゃないですかっていうのをね、やりたくって今活動しています。え、そんな私がですね、あの今オンラインサロンカモビズで日刊カモガシラタイムズっていうね、記事を、日経新聞の記事から僕の初見、考察を書いてるんですけど、1月20日にね、飲食店について、サービス業についての思いを語ってるえ会があるので、それちょっとボイシーでもシェアしたいと思います。 1>, 1月20日の日刊カモガシラタイムズでは、日経新聞の一記事ですね、満席飲食店に入れず3割、夕方以降の事前予約が増えるという記事でございます。ま、この記事の概要を説明するとですね、夕方満席で飲食店に入れなかったという経験がある人、アンケート調査によると3割いると。 混んでるなーっていう印象があるっていう人になるともうね50%を超えているんです。どうすか皆さんもなんかね飲食店に外食行くときになんか予約が満席で取れないとか実際行ってみたら満席で入れなかったっていう経験したことあるっていう人多いんじゃないですか。それがホットペッパーグルメとかの、まあ、リクルートさんのね大きなビッグデータでも出てるっていうことです。 でね、まあ、早速こっからもう鴨頭よ人の考察入れようと思ってるんですけど、この原因、だってさ、外食産業がめちゃめちゃ売れてるわけじゃないからね、売り上げそんなに上がってないんですよ、外食産業全体の。なのに、なんで満席で断られるようなことが起きてるのか、これ原因大きく二つあります。原因その一、居酒屋さんなど、深夜営業店がどんどん閉店して、店舗が減っている。 ね。店舗が減ればね、今まで通りのお客様の数でも予約が足りなくなるじゃないですか。で、なんで閉店してるか。お客さんがいるのに閉店してるって変でしょでもこれあり得るんですよ。なんでかっていうと、お客様が21時以降外食全くしなくなったからです。もう桁違いに減ってるんですよ。21時以降の売り上げが。じゃあどうなったかっていうと、外食する人みんな18時21時にもう集中してるの。 するとどうなるかっていうと、もともと居酒屋さんって、まあ、18時から0時とか、6時間の中で、ちゃんと売り上げと利益、オペレーションが回るとかも含めてだよ。そういうふうにデザインされてるんですよ。なんだけど、18時から0時の6時間で設計されたお店が、18時から21時に集中しちゃうとどうなるかっていうと、キャパオーバーで、 売上が、まあ、半分になれば言い過ぎだけど、売上取れないんですよ。そうなるとどうなるか。21時から0時の間が人件費がバーンと上がったりとか、ロスが発生して、で、18時から21時の3時間はお客様をお断りしてるので、売上が取れなくって、赤字で閉店してるんです。だお客様は18時から21時にいるけれども、 そもそも21時以降のお客様がいないと成り立たないビジネスモデル。そのお店はどんどん閉店しているってことです。だからもうこの、この時点で2つ入れなくなる要因あるでしょそもそもお客さんはコロナ前ぐらいまで外食が戻ってきました。まあ、本当はコロナ前まで戻ってないんだよ。90%ぐらいしか戻ってないから。減ってるんだけど、でも戻ってきました。でもみんな18時から21時に殺到している。ばらけてない。それだけでもう客席いっぱいになるよね。 さらに21時以降の営業で何とか利益を出してたお店の数減った。さらに18時21時の客席足りない。ね。これが原因の1個目。そして原因2個目。人手不足で営業できてない。もうね、悲しい。もう今日はこのこと言いたい。悲しい。 あのね、これ、まあ、どっかでも行ったことあるかもしれないけど、僕とか、ヒロキングって、要はセミナーとかね、例えば話し方の学校、大阪校とかやるので、大阪よく行くわけですよ。で、大阪でセミナーとか終わるわけですよ。で、18時、まあ、19時ぐらいになりますは大体。で、あ、お腹すいたねって、ご飯食べに行こうかって言いますわ、私が。そしたらヒロキングが予約するために電話してくれますわ。飲食店に、大阪の飲食店に。で、電話しますわ、と。で、今からね、15分後に2人で行きたいんですけど、お席の予約できますかって言いますわ。する と電話出たスタッフささんんが少々お待ちくださいませって言うんで,すよで、すよでま、あ30秒とか1分ぐらい待たされるんですよ。そして、スタッフさんが電話口に戻ってきて、お客様申し訳ございません。満席でございますって言うんですよ。おかしくね <laughs> だって、満席かどうかってさ、今から15分後に行くんだよ。それ、働いてるスタッフさんだったら、即答できるべ。本当に満席なら。 つまり、満席じゃないんだけど、店長に、あの、今から2名来るって言うんですけど、どうしますって言ったら、人手不足で回んないから、満席だって言って断れってやってるってことなんですよ。もう悲しくないせっかくお客様戻ってきたのに。お店だってね、大変なんですよ。利益出なくって。だけど、人手不足でサービスできないから断ってるっていうのが今の現状です。 で、実際ね、えっと、リクルート社が出してるシフト管理とか給与計算のアプリがあるんですよ。ここにたくさんの会社が登録してるんですけれども、えー、っと、まあ、これ数値化されてるんですけど、コロナ前のね、2019年のスタッフが、えー、っと、1だとしたとき、今現在どれぐらいのシフトの埋まり具合かっていうと、0.81。まあ、ざっくり2割足りないんですよ、人が。 だから、お客様のサービスできないから、2割のお客様断らないと、回らないってことです。でも言っていいですか今、インバウンド、海外のお客様、過去最高ペースで日本に来てるんですよ。だって、2023年10月、コロナ明けね。今何が起きてるかっていうと、過去、日本史上最高の、え、インバウンドの訪日人数の、んと、2019年の同月、プラス1%パー。 過去最高記録なんよ。251万人来てんのよ。年間3000万人以上なんですよ。いや、なんならオンシーズンはサマーバケーションの7月、8月、桜のシーズンの4月なんですよ。でもこれ10月に過去最高出てんのよ。やばくないめっちゃ来てるのに、外国人の方、インバウンドの方、断られてるんですよ。飲食店に。もうね、悲しい。 なんで、あの、オンラインサロンカモビズの日刊カモガシラタイムズには僕は、こっからカモガシラ初見としてみんなにこう書きました。人だ。人の時代が来た。人に強い企業だけが生き残る。飲食店が悲惨な状況だ。カモビズメンバーにも聞きたい。最近利用した飲食店で何割のスタッフが笑顔で働いていますか人手不足は 労働人口減少という日本全体の課題ではある。もちろんそうなのだが、一人一人の働く人の気持ちを想像することから目を背けてはダメだ。飲食店など接客サービス業はわかりやすい。今、働いている人が疲れた顔の職場に履歴書を持ち込む人がいるだろうか。人手不足の時にこそ、既存のスタッフさんの表情に 目を向けなければならない。もしもそこに笑顔がないのなら、撤退が答えなのかもしれない。ねえ、ある意味シビアな。 コメントを僕したんですよ。これもね、カモビズメンバーがコメント欄に200個以上のね、本当にそう思いますとか、もうなんか自分の会社のことを思うとなんかドキッとしますとか、まずは自分から笑顔で働きますとかね、ものすごいいろんな経営者の立場とかリーダーの立場とかスタッフの立場とかでね、ものすごくコメントが盛り上がった回でもあります。ね、ボイシーお聞きの皆さんもちょっと考えて最近行った飲食店、すべてのスタッフが 笑顔で働いてる飲食店ありましたかあったら教えて探してっから私。探してっからっておかしいけどね。なんかね、見れないんですよ、そういうお店を。ほんと悲しい。みんな疲れた顔してる。無表情な顔してる。これでサービス業って言えんのかって。これで付加価値提供してるって言えんのかって思う。もうね、焼肉マフィア池袋来てみすごいから。 全員笑ってっから。いやいや、もうい、いつもい嬉しいことばっかりがあるわけじゃないよ。みんないろいろあんのよ。人 <laughs> 間関係で悩みもあるかもしれい悩んでなかったら、鴨頭吉人の鴨チューブ聞いたり、話し方の学校とか通い詰めてねえから。ね <laughs>。みんないろいろあったの。今だってなんかいろいろあんのよ、それぞれに。だけどね、営業時間中見て、全員笑顔で働いてっから。もう急に来てもお客さんに、ああ、いらっしゃいって。 でも、言葉が通じない国のお客さん来ても、あいや、ウェルカムよあ、すごいから。もうね、こんな店日本に1店舗しかないです。ぶっちぎりです。ライバル出てきてほしい。もうそれぐらい、もううちのスタッフには言ってます。お前たちは不幸だって。なぜならば、自分の店以上のお店が日本にないからだって。それぐらい、お前たちはぶっちぎりのクオリティで営業してる。でも、これで止まったら終わりだぞ。 成長なくしてチップモデル店舗ではありえないっていうことをね言い続けてますその付加価値分だけお客様がチップを払ってくれてるんだなっていうふうに思います年間1800万円のチップいただいてるんですよ いやー、本当あ,ありがたいですね。だからこそ、焼肉マフィアのステージパフォーマーは、ただ普通に働くことは許されない。っていうことをちゃんとポジティブプレッシャーを感じて、笑顔で働いてるんだと思います。えー、皆さんの現場、そして皆さん自身、笑顔で働けていますか再度チェックしてみてください。 さあ、今日はサービス業について語ってしまったので長くなってしまいましたがね、えー、できるだけ10分そこそこにまとめるように今後、えっ、ー、と、栄意、努力いたしますので、えー、この鴨頭吉人の朝礼を見捨てなきように、これからも聞き続けていきたければと思います。<laughs> はい、えー。丁寧な言葉遣いあんまりしないので神じでございましたが、えー、これからも頑張ってね、皆さんの役に立つ情報を配信していこうと思います。僕ね、人の役に立つ情報配信自体は好きなのでね、これからも意識的に頑張っていい情報をど どんどん巻き散らしていこうと思いますこれからも聞き続けてね。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いないねー